セクシー美女ダンサーを引き連れ、ダンスをしながら、ド派手、な入場。肝心の試合でもバチッと衝撃 KO を収めるも、試合時間より長い演出に反響が相次いだ。画像、セクシー美女ダンサー引き連れ入場、衝撃 KO も、複数、9月1日に東京立川立飛アリーナで開催された、ブレイキングダウン13、レトシゾウと徳田博が対戦。 試合は開始から早々と2度のダウンを奪ったと市像が慶応で解消。オーディションからマッチングアプリで知り合った、行きりの女を帯同させ、審査員の失笑を買うなど話題をさらった元格闘家、徳田は本人切っての希望で古参の都市像と対戦するも、よもやの慶応を負けを喫してしまった。両者の入場は対照的だった。 たった一人で頑光する独堂堂と花道から登場した徳田に対して、ド派で演出の都市像は、セクシーなサンバダンサー4人を引き連れて、くねくね、とダンスをしながらの華々しい入場。ファンも、いいねいつも入場派手だね、サンバ系か、これは勝ち組と大いに盛り上がっていた。 試合は開始からスピーディーな連打とパンチを見切ってかわす余裕ある動きを見せたと静が左ストレートを振り抜き一撃で最初のダウンを奪うと手追いのフルスイングで前に出る徳田のテンプルに再び拳を叩き込んでツーダウン目を奪い見事な KO 勝利。連敗からの解消にファンも普通に強くなってる、カウンター上手くなってる、とその進化に反応した。解説のジョビンはと静岡の勝利を評価しつつも 勝利のおたけびを上げ調子づく姿に、これはあまり見たくない。入場も連敗とは思えないものでびっくりしたと苦言。またゲスト解説の元 AKB48 島田遥も、入場が長かったと試合よりも何倍も長かったサンバダンサーとの登場シーンを振り返った。